というわけで今回は水遊び、やったーやったーよっしゃおめえやったなこの野郎。夏楽しもう。もう夏だからな、暑くなってきたから水遊びの時間だ。小村くんもやる？やらない、今忙しいから無理。なんで今年暑くなってきたよもう。あ、まだあったかいぐらいじゃん。暑いってもう、だって俺さあれだよ、何外出るときほとんど裸だよ。キモ、お前変質者じゃん、捕まれよ。いいじゃん遊ぼうよ。あ、そう、お前危ねえな、お前パソコンにかかったらどうすんだよ。早くしろよお前も。やだ、いい、やろうよ。なんでノリ悪いぞ。うるさいな、ボツになっちゃうよ。じゃお前らが作業やればいいじゃねえかよ。じゃあどうする、可愛い女の子にや、うん、水遊びしようって言うとお前断るんか、お前断るんか、うん、え、じゃあ、ほんと、ほんとは？じゃあ、俺が可愛い女の子やと想像して。もう、それが無理。私は可愛い女の子だと思ってね。無理。おむくーん。お前、言ってんの大丈夫？頭言ってるとか言うな。おむくーん。ねえ、マジでキモいよ、お前。じゃあ、今、入り込んでんねん、可愛い女の子が俺に。そんなこと言いながらお前上裸で外歩いてんの？そんなことは言ってない。あ、違う。違う、そこは一回忘れろ。あ、違うんだ。じゃあいいから、俺が可愛い女の子だと思ってね。はい、もう無理だけどね。行くよ、行くよ。はいはいはい。野村くん、水着で水遊びしよう。ね、気持ち悪いんだけど、もう無理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 。そんなこと言われないで。俺じゃなくて可愛い女の子に言われたらって話してんだよ。女の子でも、おむねくんはちょっとやだよ。じゃあなんて言われたいねん。いや普通に遊ぼうよでいいじゃん。じゃあ遊ぼうよ。いや、だからお前やん。いやか、俺じゃない。本当に断んねんな。断る。なんかさ、可愛くぶってない？カッコつけて。まあ遊びたいはずなのにね。今動画止めたけど、うん、女の子が誘ってきたらどうするの？そりゃ遊ぶやろ。なんやお前。もういいよ、もうこのアホほっといてさ、水遊びしよう。二人で遊んどけよ。ほれー、負けんなよお前、やめろよ。遊ぶなって、お前危ないよ。もういい。はい、ホムラガード。ほえおーい、お前。はい、やった。あ、ホムラ君のパソコン、やばい。はい、やった、お前。あー、焦りだな。おい、お前、パソコン修理しろよ。俺やめろって言ったよ。うわぁ、うわぁじゃねえよ、おい。ちょっと待って待って待って、これ待ってくれ待ってくれ待ってくれ。こっち来い。壊れてんじゃん。あーさんだー。ねえ。え、これ俺が悪い？当たり前だろ、お前が投げたからこうなったんだよ。ちょっと待ってくれ。何？これ俺が悪い？お前だよ。でもさ、うん。本当に壊れてるか分かんなくない？まだ。壊れてんだろ、どっからどう見ても。じゃあ、ちょっと触ってみるよ。待って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 。なんだよ。触るの待って。確定するから触るの待って。じゃあ確定させるわ。いや、待って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 。待ってくんだよ。触ったら、壊れてるか壊れてないか分かんないやろ、今。はい、触りまーす。で、分かんないやろ？分かんないやろ？ユンちゃんも悪くない？だってホムラカードだよ。いや、本当に投げると思ってなかったもん。だってパソコンあるのにね、投げるなんて本当に頭おかしいよ。はっはって容疑者は供述するんです。お前だよ、お前だよね、犯人は。おい、おお、おおじゃねえよ。もうちょっとやな。いや、もうちょっともクソもねえよ。おい、早く、もういいから早く、お前これ買い替えてきて。いや、ないもんそんなん。いやいや、借金しろよ。うわ、怖いこと言ってる。闇金ホムラ君や。闇金じゃねえ、早く言ってこいお前。いや、本当にいなくなったし、早い、あいつ。じゃあな、俺は帰る。帰るじゃねえよ、買ってこいよボケ。ねえよそんな金、バカが。じゃあ稼いでこいや。無理無理じゃねえよ、無理。逃げろ。あ、赤髪殺人鬼が襲ってくる。おい、見てるからな。あー、このパソコンが壊れたのはサンドが悪いなと思った人はチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。でもお前も悪いけどな。何もしてないよ。うわ、逃げろ、怒られる。お前も買ってこい。あ、逃げろ、死ぬ。おい少年、一週間ぐらい遠出しよう。少年、おい、ん、俺の脳内に直接話しかけてきている。こっちこっち、後ろ後ろ、こんにちは。逃げた方がいいよねこれ。久しぶりだな。え、これ逃げた方がいいやつ。お前さ、知ってるだろ。誰？ちょ待って待って待って、追っかけてくるかもしれないから、ちょっととりあえず中入らせて。どうした、中入らせて。いいよいいよ。あ、危ない、あ、怖すぎ。え、なんかヤバすぎるやつが追っかけてくるんです、赤髪の殺人鬼が。それも大変だな。ここに来たんだ。おい、
やばい、包丁持って振り回して、公園のところ走り回ってる、あいつ近くの交番で捕まるぞ。あいつ早くパソコン持ってこい。ねえ怖い、あいつに追っかけられてるの。パソコンどうしたんだ。なんかね、話せば長くなるけどね、自分で壊したのに俺が壊したって言いがかりつけられとる。それはそれなの。じゃあここの商品で解決するといいよ。ここの商品で解決する。そういえば前来たことあるな、ここ。そうそう、あるだろ。思い出してきた。あ、ねえ、スケスケメガネ。あ、そうそう、当たり当たり。メイビー占うよ、多分占うよ。何ここ、めっちゃ怪しいじゃん、ここ。ね、このメガネをつけると人の服とかがね、透けていろんなところが見えますよっていう。新しいの入荷してるってこと。そうだ。なんかない、いいのない。まあ、説明だと4つあるな。ん、努力、未来、ア、ビューティフルスター。んこれ何。ダンベルだ。ダンベルだよね、これ。これ違う。ムキムキになれるダンベル。去年普通ぐらいムキムキになれるぞ。 あんま名前言わないでください。え、他何これ。魔法のほうき。ん、魔法のほうき。これ魔法のほうきって、これほうきじゃないの。え、ただのほうきじゃないぞ。これ何。これは指定した人をどこかの国に放棄させる動きじゃん。ダメだろそれ。え、この魔法のペンって何これ。魔法のペンはなんだ、占いのところの一番人気じゃん。あ、これ人気なんだ。そうだ、これは書いたものが何でも現実に手に入るという素晴らしい魔法だ。え、でも俺絵心ないから書けるかな。え、大丈夫大丈夫、ある程度書ければ全然大丈夫じゃん。え、これ今試してもいいの。いやいやいや、ダメだ。え、無理。ダメ。なんで、だって本物かどうかわかんないじゃん。使ったら新品となくなるから。でもこの中だと一番これが良さそうだしな。パソコンに困ってるんだろ。あ、そっか、パソコンを書けばいいのか。そうだ。そしたら手に入るってこと。そうだ。欲しい、買います。はい。何エメラルドですかこれ。これはまあ大体300エメラルドぐらいかな。64回払いで。あ、あとあの返品不可なんで。返品できないの。前も言ったけど返品不可だから。ねえ、もう最悪だよ。パソコンぶっ壊しちゃったしさ、はい、変なペン買っちゃうし、やばいよ。え、もう、え、冷たくない。え、もうちょっといさせてよ、ここに。無理、わかる。え、よし。ねえ、これさ、俺嘘の商品買わされてないこれ。ちょ、待って待って、そんなことより、あいつどこ行った、いなくなった。よし、ちょっと待って、これ試してみるか。パソコン書けばいいんだよね。パソコン、パソコン、パソコンってどうやって書くの。なんかこ、なんかこんな、難しいな。なんかこんなんだったよな。あー、まっすぐ書けない。こんな感じじゃない。あ、いいじゃん、パソコンっぽい。ちょっと待って、これこう消して、なんかこんな感じじゃなかったっけ。ちょ、書いとこう、 PC って。あ、サンド。いや、なに。なにじゃねえよ、おい。よし、かけた。早く出てこい、早く出てこい。頼む頼む、早く出てこい。よし、あ、本当に出てきた、すごい。おい、何ですか。パソコン。おい、痛い、バカ、痛い。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。何じゃん。俺買ったの。マジ。でもこれ高いやつで、お前どうしたの。盗んできた、もしかして。盗んでねえよ。じゃあ買ったの。マジック。いや、マジックってなんだよ。だってお前金ないっつってたじゃん。だからどうすんのかなと思って来たけど。だからマジック。お前ほん、大丈夫これ。お前一応使えそうだ。ほらな。うん。謝って。何よ。さっき切ってきたやん。いや、お前が壊すのが悪いじゃん。謝って。俺も謝るから。からね。ね、じゃあせーので謝ろう。やだ。せーので。ねえねえねえ、お願い。だってお前に謝る意味ないじゃん。意味わかんねえよ。じゃあせーので謝ろう。いや、一回せーので謝っとこ。まあ、いいよ。いくよ、せーの。ごめん。いいよ。なんで、おい。何おい。怖い、もう関係、もうないじゃん。もう直したじゃん。もう直したじゃん。なあじゃねえよ。おめえも謝れや。ってか、おめえが悪いんだよ。おい、いや、にしてもこのペン本当だったんだな。本当に書いたものが現実に出てくるじゃん。回数制限とかあんのかな、ちょっとわかんねえけど。待って、あいつさっき俺のことぶん殴ってきたから、いたずらしてやるかこれで。おほほおほほ、いいこと思いついちゃった。何お前一人で笑ってんの。いや、幸せだなと思って。何気持ち悪いんだけど。いて水遊びする。いいよ、すんな。水遊びしようよ。すんな。なんでどうすんだよ、もう一回パソコン壊れたら。お前が参加すりゃ大丈夫なんよ。しない、壊れちゃうよ、参加しないと。そうだよ。そうだよって、お前さ、お前急に来たのに何言ってんだよ。え、何も知らねえのに。もう理解したから、全部天才だから。
虫。あなたを占ってあげましょう。この水遊びに参加しなかったら、あなたは怖い化け物に襲われるでしょう。なんか占いでも行ってきた？いや俺占いできるようになって。こいつね、すぐ影響受けるからな。本当にいいのかい？うん、本当にいいよ、頑張ってね。何起きても責任取らないんだから。プンプン、キモい。どこ行くんだよ。なんで帰んだよ。水遊びの準備する。はい、行ってらっしゃい。もう外でやってね。よっしゃ、これで本村くんにしか見えない怖い顔のね、絵を描いて驚かせましょう。うん、あいつ怖いの苦手だからね。おしっこちびっちゃうから。描けるかな、怖い顔。よし、行くぞ。まずこれして、日本風のちょっと怖いやつにしよう。もう面白い、もう面白いです。よし、こんな感じじゃないか。おお、すごい怖いぞこれ。おお、出てきた。おお、怖いね。よし、このめちゃくちゃ怖い顔をちょっと驚かすに使うか。あいつの泣きっ面が目に浮かぶぜ。ギャル君、リズムゲームしようよ。なになに、いいよ。私今からしゃがむから、しゃがみ終わったタイミングでギャル君しゃがんでよ。それを交互に繰り返そう。せーの、はい。ほい。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 もっと早くするよ、ギャル君。オッケー。はい。ほい。はい。ほい。はい。はい。ほい。はい。お前らうるさいさ、何その面白くなそうなゲームやってんの。ねえ。重いってこれ。やってから言ってよ。後ろ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 。はいはいはい。何何、はいはい、どうしたの？はいはいはい。え、はい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 。何、後ろって？はい。いない。何もいないじゃん。もう何言ってんの、さっきから。何？なんか今絶対ヤバいやついたって。風だよ、風。風だよ。ゴミ袋じゃない。いるじゃんいるじゃんいるじゃん。ほら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 。おしりプリ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 。へえ。おい、見ろホムラ。はい。ねえ、ヤバい。ねえ、来てるって。来てるって。なんかヤバいの来てるよ。猫だよ、猫。猫じゃないって、こっちにいたよ。あれ、ほんとにいなくなってる。ビビリだ、ビビリビビリ。ああ、そうやって構ってほしかったんだね。もうしょうがないな。腹立つな、お前。なんだよ。そうで、一人で騒いでさ、せっかく。うるせえな、そんなおもんねえリズムゲームやりやがってよ。リズムゲームやりたかった、もしかして。あ、おもんないおもんないおもんない。ほい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 。その動きうざいからやめて。マジいたんだって、ほんとに。あ、じゃあ取ってあげる、こっから。あ、オッケー。じゃあ取っとけよ。ああ、後ろ後ろ後ろ。おい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 、はいはい、後ろにいたって、今いたじゃん。いたっていたって、ほんとに。ついてきて。ああ、ほらほら、いるじゃん。どこに、はい、今俺入り口開けてないのに開いたし。こんなわけないよ。風だよ、風。今なんか後ろ姿見たぞ。おい、ウォーウォーじゃねえよ、お前。見えてたよ、後ろ。何が何がじゃなくて、え、お前見えてないの？今なんか変なのくっつけてたじゃん。くっつけてないよ。は、え、お前なんか何言って、サンドじゃん、ただの変なやつって。あ、サンドのことを言ってたの。あ、そういうことか。かわいそう。誰が変なやつだって、めっぷっとばサンド以上に変なやついたって。いないよ、サンド以上に変な人は。小村くん、何が見えてたの？お前がなんかやってたじゃん。何もしてないよ、俺。お前なんか今日おかしいよ。金もないのにパソコン持ってくるし。マジックじゃん。いつもおかしいって。マジックってなんだよ。いつもおかしいけど、今日はシュッ。ほら、もっとおかしいでしょ。何やってたんだよ、お前。だってさっきなんか変なことやってたじゃん。やってない。何さっきの。じゃあ、あ、うわ、俺の占い当たった、もしかして。何が見えてたの？よくわかんないけど、女の人みたいな。呪いだ。呪いなの？占いで呪いとかあんの？呪いかもしんないよ、それ。お前の占いなの、本当に。うわ、当たってるかも。ほら、早くロッカーの中さ、行ってさ、荷物まとめた方がいいんじゃない？なん、お、帰んなきゃ。うわー、びっくりした。ん、どうした？いや、なんか、え、どうしたの？うわー、で、やばいって。何、どうした？え、なんもないやん。俺、なんもなくなってる。うわ、空のロッカー見て驚いてる。何も入ってないじゃん。何、どうした？俺、本当に呪われてるかもしんない。なんかロッカー見て驚いてる。あー、そうかも。かわいそう。なんかやってんだろ、お前。待ってくれ。何をやるって言うのさ。お前、それただの悪口やろ、お前。ねえ、本当に何もやってないの？何もやってないよ。嘘だ嘘だ。だってなんで俺だけ見えんのじゃ。水風船やらなかった罰なんじゃない、ユンちゃん、これ。関係ないだろ。そういうことだよ。パソコンゴールドの水風船やらなかったからだよ。そっから呪いが始まってたのか。普段小動物を蹴っているからだ。蹴ってねえよ。まあでもね、ちょっと蹴ってる感出すのやめろよ、お前。じゃあ
ちょっと呪われたくないので僕は離れさせていただきます。いやでも僕呪われたくないけど。俺が呪われてるわけじゃないだろう。何お前ら。よし、いい感じに騙されてるぞ。次何しようかな。おう、お、何どうしたの。なんかえブツブツ言ってる。今日独り言多いな。サンド呪われてるかも俺も。いやいや大丈夫か大丈夫か。俺も呪われてるかも。呪われてないだろお前は。あーこれ呪われてますね。いや通常運転だよあれ。あ、いいこと思いついた。俺このまま呪われて死んだってことにすればさ、めっちゃいたずらできるんじゃないかこれ。俺頑張って俺の死んでる遺体を描くか。ここになんかやだな、自分で死んでるところ描くの。俺の顔ってどんな顔だっけ。いいねこれ。よし、これで出てくるかな。頼む出てきてくれ。これでおー完璧じゃんこれ。すごい、もうほぼ俺。まあいいや、これをよし回収して。ねえ、いいこと思いついてやったぞ。よし、これでここに置いて、よし、これで死体ピンポンだ。行くぞ。お、何何何何何何。またサンドじゃん絶対これ。はい、もうサンドダメだよそんなことしたら。え？え？何どうしたの？大サンドが死んでる。ええびっくりした。え？おい。何やってんだよ。死にかけん中こいつインターホンしたの。そうか、助けを求めに来たんじゃない。え、これ呪われちゃったんじゃない、さっきの。え、ちょっと病院連れてた方がいいんじゃない。電話しろ電話。やばい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 。病院 RTA の始まりでございます。さあ誰が一番最初に119をかけるのか。サンドの髪の毛がこんなところに。そんなのは今どうでもいいぞ。サンドは死んでるんだ。さあどうするお前ら。じゃあ電話かけるか。踏んでんな俺のこと。あいつ本当に俺が死んだら踏むのか。かけたよ本当に。かけたよ。オッケーオッケーオッケー。よし行くぞ。なんでちょいちょい踏んでんだあいつら。は運ぶよ運ぶよ。じゃあちょっと。よしちょっとここで驚かせてやるか。なんでこんなとこに毛落ちてんの。ね、わかんない。ねこれサンドのお土産の毛じゃない。これさ頭頂部のとこじゃないの。本当だサンド。あ剥げちゃったのか髪も。呪ってやる。え聞こえた。こ声出た。呪ってやるって言ってる。お前ら全員呪ってやる。うキモ。うわキモ。おいサンド大丈夫か。お前そんなこと言ってねえで。もう苦しまないようにさ、もうこれ楽にした方がいいんじゃないこうやって。お前どうやって殺そう、なんで殺そうとしてんの。気悪い、ムカつかない自慢。あいつなんだ。動かないもん、ダメだ。なんでお前踏んで確認してんだよ。心肺蘇生これ。心肺蘇生なんだよ、うん、足で心臓マッサージしてんだあいつ。これ心臓マッサージしてるから今。なんかムカつくので、このままヤバいことを起こさせようと思います。腹立つなあいつら。よし、あいつらめっちゃムカつくからここでもう一発隕石落としてやろう。落とせんのかな隕石とか。よしちょっと頑張って書いてみるか。隕石なんかこんな感じか。ちょっと雑すぎるかな。さすがになんか変な汚ねえ虫に見えるもんな。ちょっともうちょっとちゃんと書こう。よしこんな感じじゃないか。いいねこれ。いけるかな。よし隕石を頭の上から降り注ぎ、あの玉へ。いけるこれ。どう。残念だったなお前らバカめ。騙されやがって。あれ、え、あれサンドじゃん。あれヒタリさんサンド。え、なにこれ。これでも食らえ。サンド。お前らの頭の上に隕石が落ちるぞ。サンドサンドサンド後ろだ。バカめ。あー、サンド何をやってんの。え、サンド大丈夫。サンドサンド。え、どういうこと。あ、待って。あれ、え、あれ本当にやられてる。これが本当のサンド。おい、あ、サンド。うわ、お前何やってんだよ。大丈夫か。スーパーじゃない。蘇生できてないから。おい、ダメ。大丈夫か。助けて。助けてってなんだよ。え、てかさ、隕石私たちに落とそうとしなかった。いえ。あー、絶対そうじゃん。いや、もう置いとこう。ね、自業自得じゃん。なあ、頼む、救急車だけ呼んでくれ。何無理。呼んでたけど、もう返しとこわ。うん。パソコン新しくしたじゃん。関係ないね。じゃあね。助けて無理。じゃあな。あ、救急車だけ呼んでくれ。頼む。頼む、救急車だけ呼んでくれ。頼む。